西洋蜜チ、西洋蜜チ、西洋すがる、学名は蜜チの一種である。俗名であるは蜜チに対応するラテン語である。そして種相名のは蜂蜜を意味すると運ぶを意味するからなる。それ、古学名は蜂蜜を運ぶ蜜チを意味する。学名は1758年にカール・フォン・ギンラによって命名された。 しかし後にこの蜂が運ぶのは蜂蜜ではなく過密であると理解された目に以降の出版物には蜂蜜を作る蜂と記載された。しかし国際動物命名規約のシノニムの決まりに従って先につけた名前が優先順位を持つこととなった。なお本校では特に断りがない限り西洋蜜蜂,蜂を単に蜜蜂,蜂と表現する。温帯においてはバ蜂,蜂は 互いの体を寄せ合って冬を生き残る。そして春に備えて冬の後半から女王蜂は産卵を開始する。これは日照時間の変わり目によって引き起こされると考えられている。女王蜂はただ一匹の産卵可能なメスで他のすべての蜜蜂を産む。女王蜂がオス蜂と結婚のための飛行を行うとき、あるいは彼女が 新しいコロニーを作るために古いコロニーから晩年に、サルバーよき、女王蜂は滅多に蜂の巣から出ない。女王蜂は、おののの卵を働き蜂によって作成される六角形の鶴に産卵する。およそ一週間後に、幼虫は働き蜂によってそのセルに封をされて、サナギのステージが開始する。さらに一週間後、サナギは、成虫となって出てくる。 最初の10日間は働き鉢、働き鉢はすべてメスは巣の手入れをして幼虫に餌を食べさせる。この後に彼女らはセルを築き始める。16日から20日目、働き鉢はより古い働き鉢から過密と花粉を受け取り、それを保存する。20日後に働き鉢は巣の外に出て過密の採取などをして残りの命を全うする。 真夏の健康的な蜂の巣の個体数は平均で4万から8万匹である。蜜蜂の巣の幼虫とさなぎと付着している働き蜂はしばしば巣箱の貯蜜枠ごと養蜂果間で売買される。蜜蜂は幼虫段階における栄養により分化する。いずれの幼虫も最初の3日間は両方ともローヤルゼリーが与えられる。女王蜂になる幼虫は継続して、 ローヤルゼリーを与えられるが、働き鉢になる幼虫は、花粉と過密、または薄められた蜂蜜の食生活に切り替えられる。女王鉢は、比較的急速にサナギステージに発育し、性的に完全に成熟する。幼虫からサナギのステージの間、様々な寄生生物や病原体の被害を受けやすく、中には、致死的なものも多い。女王鉢は、 ハニカム構造の典型的な横型セルでは成長できない。女王蜂のセルは特に大きめに作られて垂直に配置され、王台と呼ばれる。働き蜂は年を取った女王蜂が弱ってきていることを察知し、新旧女王蜂の取り替えセルとして知られる緊急セルを構築する。これらのセルは卵、または非常に若い幼虫のセルを改築することによりられる。 ハニカム構造の巣の部材からはみ出すように盛り上がるのが特徴である。新しい女王蜂は取り返せるで幼虫とさなぎの時期を過ごした後、巣の株へ引っ越す。新女を蜂の八日の際、働き蜂はセルを覆うか、封をする。彼女がセルから出てくる直前に、しばしば噛んだかい音を聞かせることがある。この音の正体は、未だ完全に解明されていない。働き蜂は、 繁殖しないメスである。しかしながら、若干の状況、激しいストレスの時にだけ、あるいは女王蜂の損失、または怪我によって健康状態の落ちている時だけ、働き蜂は武将卵を産むことがある。そしていくつかの亜種において、これらの卵は実は受精している。しかし、働き蜂が不完全なメス、性的に未熟である時から、彼女らはオスミツバチと交尾しない。 彼女らが産む、どのような受精した卵でもすべて半数体である。そして、これらの半数体卵は遺伝子上常にオスミツバチに発育する。働き蜂は、蜂の巣を建築するのに用いる蜜蝋を分泌し、巣の手入れをして、幼虫を成長させて、時に蜂の巣を守って、過密と花粉を探し回る。働き蜂の産卵管が変化したものを、毒針と言い,い、 蜂の巣を守るために、これで敵を刺すことができる。そしてどんな他の属の蜜チと、そして自身の種の女王とも異なり、針は鋭い。一般に考えられているのとは違い、蜜チは毒針で刺しても、必ずしも死なない。これは、蜜チが通常、人間や他の哺乳類を刺した後に死ぬという事実に基づく誤解である。針と関連した毒脳は刺さって失った後、 次節蜜蜂の体は変化する。毒針器官は一旦分離されるならば、毒を届け続けるための筋肉組織と神経節を持っている。毒針が弾力のある素材に刺さらない限り毒針の返しが機能せずこの複合の器官、針の返しを含むが、脊椎動物による捕食に応じて特に進化したことは推定できる。オス蜜蜂は産卵管を持たないので、当然毒針も持たない。 オスミツバチは過密や花粉を探し回るようなことはしない。若干の種において、オスミツバチは蜂の巣の温度調節に貢献しているという役を担っているということが推察される。オスミツバチの主な目的は、新しい女王蜂を受精させることである。複数のオスミツバチは飛行中、そこにいるどんな女王蜂とも交尾する。そして、各々のオスミツバチは交尾の直後に死ぬ。 受精のプロセスには、致命的なほど急激な努力を必要とするのである。オスミツバチは、遺伝的構造の半数体、一つの体になっていない染色体を持つで母である、女王バチだけの子孫である。なので彼らに本当に父はいない。本質的には、オスミツバチは、飛んでいる、配偶子となんだ変わりない。温暖な気候の地域では、彼らは食料を集めるか、蜂蜜を作るか、 彼ら自身の体を気をつけることができない時点で、オスミツバチは通常お冬の前に、巣から追い払われて、そして寒さと飢餓で死ぬ。大部分の亜種の女王蜂の平均寿命は、3から4年である。しかし、かつて養蜂のために使われた、ジャーマン、ヨーロピアンブラック B ーの亜種において、女王蜂が、最高8年生きたというレポートがある。女王蜂が、 生死の貯蔵を減少させるので、生命の終わり頃に、彼女らはますます多くの未受精卵を産み始める。養蜂家はそれこまいとしか数年おきに、しばしば女王蜂を変えることがある。働き蜂の寿命は、陶器が長く伸びた場合に一年の間ところどころで、大幅に変動する。春季に生まれる働き蜂は、一生懸命働いて、ほんの数週間の寿命を終える。ところが、 コロニーが冬ごもりして、秋に生まれる働き蜂は、数ヶ月間の間中で寿命を保つ。女王蜂は、蜂の巣の活動を管理するためにフェロモンを放出する。そして働き蜂もまた、変化に富むコミュニケーションのためにフェロモンを生産する。蜜チは過密を集めることによって、蜂蜜を生じる。そして過密は複合した塔でほぼ80%の水分から構成されている。 澄んだ液体である。蜜を集める働き蜂は過蜜を第二の位に保管して蜂の巣に戻る。働き蜂は複合した糖をより単純なものにするために酵素を使っておよそ三十分の摩生の過蜜を消化する。生蜂蜜はそれから乾かすために空の蜂の巣のセルに広げられる。そして水分を二十パーセント未満に下げる。過蜜が処理されている間、蜜蜂は 翼で風を送ることで蜂の巣で蜂蜜を作る。一旦乾燥するならば、蜂の巣のセルは蜂蜜を保存するために蜜蝋で封をされる。蜂の巣の蜂が煙を見つけるとき、多くの蜂は攻撃的でなくなる。これは防衛機構であると推察される。野生のコロニーは一般に木の空洞で生活する。そして蜜バ蜂が煙に気づくとき、 彼らが山火事から避難する準備をすることは想像に難くない。そして実際そうすることで多くの食物を蓄えとして持ち運ぶ。こうするために彼らは蜂蜜に最も近い蜂蜜貯蔵せると溝に行く。捕食からの防御が比較的重要でない時からこの形成では彼らはすっかりおとなしい。可能な限り蓄えることは最も重要な活動である。 ミツバチは飛ぶために摂氏35度の体温を必要とする。それは群れ内部の温度でもある。八時層、働け八棒は八時を発育させるために長い期間の間同じ温度を必要とする。そして、それは蜜楼の作成のための最適な温度でもある。群れの周辺の温度は外気の温度で変異する。冬の群れにおいて、 内部の温度は20摂氏22度ほどと低くなっている。主にミツバチは、飛翔筋の温度を管理するための整理的仕組みがあるので、彼らは摂氏30度を超える気温の中でも、過密を探し回ることができる。非常に低くから非常に高い気温まで、連続したメカニズムは飛行の前から体が震えていて、飛行を止めてもさらに震えている。維持される体温は期待される。 探し回っている見返りに従い、そして階級上で異なる。最適な飛行時の気温は22摂氏25度である。むしろ大きな飛翔筋は冷まさなければならない熱を引き起こす。蜜チはその口を通して放熱するために、蒸発冷却の形態を使用する。暑い状況下で胸部からの熱は頭部を通して放散させる。蜜チは暑い体内の流体。 収穫した過密の雫を逆流させ、それにより速やかに頭部の温度を摂氏10度冷やす。蜜蜂は7摂氏10度では寒さにより静止する。反対に摂氏38度を超えると蜜蜂の活動は熱により減速する。蜜蜂は摂氏50度までなら短時間の間であるが耐えることができる。定期的にコロニーは 新しい女王蜂が必要であると結論を下す。それには三つの一般的な引き金がある。三つの引き金に関係なく、働き蜂は女王蜂が幼虫にロイヤルゼリーを与え続けることで発育させる。これはさなぎとして長期の成熟を誘発する。新しい女王蜂が出てくるとき、女王蜂は他の未だ成虫になっていない王台。 女王ハチセルを探して幼い女王蜂を殺すことを一般的に考える。二匹の女王蜂が同時に出てきた時は彼女らはどちらか一方が死ぬまで戦う。最近の研究は、しかし、のコロニーが蜂の巣の10%で二匹の女王蜂を共に維持するであろうことを示した。これが起こるメカニズムは未だ分かっていない。しかしのいくつかの南アフリカの亜種で、 しばしば発生することが報告された。とにかく女王蜂は独自のフェロモンの複合体の放出を通して働き蜂制御を行うことで影響力をアピールする。蜂の巣及びその周辺の数日間の待機の後、若い女王蜂は異なる蜂の巣からオスミツバチが渦巻いていて大量に集まる傾向がある。地面よりおよそ9.1メートル30フィート上空の空き地へ飛ぶ。 オスミツバチは女王蜂の匂いによって彼女の存在を感知し、そして視力によって彼女を見つけて空中で彼女と交尾する。もし、オスミツバチらが女王蜂、エロモンが塗られた偽物を見つけた場合、オスミツバチは偽の女王蜂と交尾しようとすると思われる。女王蜂は複数回交尾して女性能がいっぱいになるまで続けて数日間交尾し、一旦去る。 女王蜂は健康的なコロニーで全ての卵を産む。産卵する量とペースは天気と資源の有用性によって、そしてミツバチの特定の種の特徴によって支配される。女王蜂は一般に初秋から産卵を開始することが遅れ始め、冬の間は産卵を停止することになる。産卵は通常、日がより長くなり始める番頭の頃すぐに再開する。 一般に産卵することは春季にピークを迎える。産卵期の頂点に女王蜂は1日につき2500個以上の卵を産む。それは女王蜂の体重より重い重量になる。女王蜂はおののの卵を受精させ、それが女性脳から保存された精子を使って生まれている。女王蜂は時に卵を受精させないことがある。これらの卵は女王蜂、または 働き蜂の半分の遺伝子があるだけで、オスミツバチに発育させる。西洋ミツバチは、2倍とかの後、3番目に、ゲノム分析が行われた。その遺伝子暗号を分析した科学者によると、ミツバチはアフリカに起源が求められ、2回の古代の移動によって、ヨーロッパまで伝播した。彼ら研究者は、ミツバチの嗅覚に関して関連した遺伝子が、 味覚に対するものより多いことも発見している。そしてミツバチは免疫のために未倍とかより少ない遺伝子を持っている。ゲノム配列は遺伝子、特に24時間周期のリズムに関した遺伝子の複数のグループが他の昆虫より脊椎動物に近い子を明らかにした。酵素に関連した他の遺伝子を制御する遺伝子も脊椎動物に近かった。 西洋ミツバチのゲノムの完全な配列決定、分析を行い、その結果を2006年10月26日、付けネイチャー誌に発表した。生命のほとんど全ての修正のために、ミツバチは特別なフェロモン、または科学的コミュニケーションを使う。そのような用途は交尾、警戒、防御、配置、親類とコロニー認知、食料生産とコロニー活動の統合など多岐にわたる。 フェロモンはこのようにミツバチにとって生き残りのために不可欠である。ミツバチは豊富で大部分の人に馴染みがあるので振る舞いに関して研究するには優れた動物である。毎日無視される動物は通常の人に気づかれることなく非常に特有の振る舞いをする。カール・フォン・フリッシュはコミュニケーションに関してミツバチの習性を研究して1973年に ノーベル生理学、医学賞を与えられた。フォンフリッシュは蜜蜂がダンスを言語としてコミュニケーションすることに気づいた。蜜蜂は円形ダンスと蜂のアザダンスを舞うことで食物源に仲間の蜜蜂を向かわせることが出る。円形ダンスは蜜源が蜂の巣の三十二メートル以内にあると仲間に知らせるが方角に関する詳細は伝わらない。蜂のアザダンス。 それは垂直かもしれないし、水平かもしれない、蜜源の位置によって変わる。は、円形ダンスより、蜜源が遠くにある場合に使用する。一旦蜜源探し役の働き蜂がダンスによって、方角を与えられたなら、蜜チが蜜源探しの補助に嗅覚に頼るとも、仮定される。蜜チは、養蜂化によって、しばしば維持管理がなされて、救治され、時に輸送される。 軍隊昆虫である。ミツバチは個々にではなく、むしろコロニーの一部として生き残る。コロニーは超個体、社会性のある動物の群落として、しばしば言及される。ミツバチは過密を集めて、それを蜂蜜に変えて、蜂の巣に保管する。過密は、ミツバチの稲運搬されて、様々な消化酵素の添加を通して、そして、蜂蜜セルに保存され、 部分的に乾燥することで蜂蜜に変わる。過蜜と蜂蜜は蜜蜂飛翔筋のために、そして陶器の間、蜂の巣を温めるエネルギーにもなる。蜜蜂は蜜蜂蜂蜂蜂が成長するのに必要なタンパク質と脂肪を供給するために花粉を集める。人間が何世紀にもわたって品種改良をしたことで、コロニーが必要とするより、はるかに多くの蜂蜜生じるバ蜂が作られた。 養蜂家は蜂蜜を集めるのが主な仕事である。養蜂家はコロニーが生きて、蜂蜜を保存する場所を提供した。養蜂箱には7種の基本的な形態がある。スケップ、ラングストロース、トップバー、ボックス、ログガム、D、E、ミラーである。全米のすべての州は病気による蜂事をチェックするため、蜜蜂監査薬の見分を可能にするために、稼働レムを使用することを、 養蜂化に要求する。養蜂箱の形態のうちラングストロース、トップバー、DE は自由に使うのを許可される。しかし他のタイプの養蜂箱は特別な許可、例えば博物館使用のため、を必要とする。現代的な養蜂箱でも、蜜チを輸送することができる。そして、野原から野原へと移動する。 養蜂家が新しい場所で受講することが可能になるよう自己サービスがあって彼らが用意した受講サービスの費用を請求することができる。寒い気候の中で一部の養蜂家は冬の間養蜂箱を屋内に移動することでコロニーを存続させることができる。これによりコロニーの外の極端な気温の低下から保護することができてより養蜂家に都合が良い冬の保護と給仕ができる。 一方、ミツバチが、ノゼマ病による赤痢に感染する危険が増加し、そしてミツバチの呼吸から、過度の二酸化炭素の蓄積ができる。近年では、カナダの養蜂家によって、冬の間不純物を取り除かれた。彼は冬を過ごすミツバチのために、大きな納屋を築いた。オートメーション化された換気システムは二酸化炭素の制御に貢献した。ミツバチの主要な商業的価値は、 農作物の収穫をより確実にするために受粉をさせる花粉の媒介者、倉庫な者としてである。かつての農業では養殖ミツバチに頼らず自然界に生息するミツバチを含む媒介者により受粉は行われていた。しかし、農場の周囲環境の悪化から野生の倉庫な者は減少した。このような状況下で人間は栽培効率とより多くの収穫を求めた結果、 農作物の生育環境は、閉鎖環境や広大な土地に、単一の作物を作付けした農場へと変化し、もともとミツバチの生育していない地域をも、栽培地として選定したことで、多くの媒介者が必要とされている。世界のいくつかの地域では、熟語不足は移動性の養蜂によって補われる。ヨーロッパや、北、アメリカなどの高緯度の場所ではミツバチに冬を過ごさせる、ことは何しか、 不可能である。したがって、低緯度の温暖な地域で等を行い、密原植物や作物の開花時期に合わせ、高緯度地域へ移動していく。例として、カリフォルニア州で、その地方特有の蜂の巣が、個体群を確立する前、成長する時期の初期である2月に、アーモンドの事故が起こる。アーモンド果樹園は、 最大産出量のために1エーカーにつき2つの蜂の巣を必要とする。そして樹個はより暖かい気候からの蜂の巣の輸入に依存している。2月と3月に行われるアーモンドの樹個は10個としては世界で最大規模である。アメリカ合衆国内ですべてのミツバチの3分の1以上を必要とする。バチの大規模な1個はニューヨーク州、ミシガン州、 ワシントン州でリンゴのためにも用意される。そしてブルーベリーに受講することの蜜蜂,蜂の非効率性にもかかわらず、彼らが比較的簡単に移動できる唯一の受講者であるために需要が集中した。そしてブルーベリーの他に他の単一栽培が作付けするのでメイン州の方にも大量の蜂の巣が移動された。蜂蜜は植物と木からの花蜜が集められ、 蜜チによって加工し、作られる複合体の物質である。蜜チはすぐに蜂蜜を保管する。蜂蜜は、天下糖、ドウ糖と、フルクトースから構成される。蜂蜜は、抗菌性、抗真菌性特性を持ち、通常の状態で保存される時は腐敗も発酵もしない。しかし蜂蜜は、時が経つにつれて結晶化する。結晶化した蜂蜜は、人間が使用。 摂取する際には何の問題もないが、蜜蜂は結晶化した蜂蜜を使用することができないため、結晶化した蜂蜜は巣から除去する。特定の年齢の働き蜂は一連の線から腹部の上で蜜蝋を分泌する。彼らはワックスを巣の壁や覆いを作るために使用する。蜂蜜が集められる時にワックスはかき集めることができる。ろうそくや封印のような 様々なワックス製品で使われる。蜜チは花粉かごに花粉を集めて蜂の巣にそれを戻しておく。蜂の巣では蜂時の面倒を見る間花粉がタンパク源の必需品として使われる。特定の環境ではたくさん取れた花粉が蜂の巣から集められることがある。それは健康補助食品としてしばしば食される。プロポリスは蜜蜂が木の芽、 樹液、または他の植物源から集める樹脂の混合物である。それが蜂の巣の不必要に開いたスペースのための密封剤として使われる。健康補助食品として、しばし食用されるが、人によってはアレルギー反応を引き起こす可能性がある。ローヤルゼリーは、幼虫の栄養で使われる蜜蜂の分泌物である。健康補助食品として、 しばし食用とされるが、プロポリスと同じく人によっては、アレルギー反応を引き起こす、可能性がある。北アメリカとヨーロッパの個体群は、ミツバチヘギータダに来週によるバロア病によって1990年代初期に、ひどく減少した。そして、米国の養蜂家は2006年と2007年に、さらに法軍法解症候群に侵され、 蜜蜂ヘキータダニに対する科学処置は大部分の映像活動を保存して改善した。新しいミツバチの種類は養蜂化によるダニク除剤への依存を減らし始めている。野生のミツバチ個体数はこの期間中大いに減らされたが自然淘汰のためにバチヘキータダニへの抵抗とサイコ体群によって抵抗する種類によって徐々に回復してきている。さらにバチがラベルに違反して 殺虫剤が使用されたことで、様々なミツバチ有害生物と病気、例えばアメリカ風治病、キカンダニ、ミツバチフヘギータダニに対して耐性を示している間にミツバチ個体数も減少した。北アメリカではアフリカナイズドミツバチがアメリカ合衆国南部に広がった。その生命力の高さから養蜂にも使われているが、アフリカナイズドバチは攻撃性、 毒性が高く、潜在的に危険な養蜂を引き起こす可能性がある。アフリカナイズドミツバチがそもそも固有でない場所においては侵略的外来種としてかなりの環境問題となっている。日本では古くは奇襲藩による日本ミツバチの養蜂が行われてきた。しかしその後、採取できる蜜の量が多いこともあり、明治時代に導入された。 西洋蜜チがもっぱら使われてきた。日本蜜チは山間部などで細々と飼育された。西洋蜜チは天敵であるオオスズメバチへの対抗手段を持たないこともあり、野生化はしなかった。ところが近年、西洋蜜チの大量失踪という現象が起こり、日本の気候に適した寒さや害虫に強い日本蜜チの養蜂が見直されつつある。 西洋ミツバチの繁殖力と蜜の最終能力の高さと日本ミツバチの日本の気候に適した寒さや害虫に強い能力に注目し西洋ミツバチお及びと日本ミツバチを掛け合わせて日本での養蜂に適した品種づくりも検討されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。